イグリターレイは、アルバニアブロラ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。現在は SS ラジオのスポーツディレクターとして活動中。1993年、パルティザニティラナの下部組織からトップチームに昇格し、プロキャリアを始め、翌年にドイツ2部の SV バルトホーフマンハイムに加入。SV ズートベストルートビヒソハーフェンを経て、 1996年に、ブンデスリーガのカールスルー SC に移籍するも、出場機会は、あまりなく、翌1997年には2部に降格した、ホルトゥナ・デュッセルドルフに加入すると、キャリア最多となる13ゴールを記録した。1999年に1、FC カイザースラウテルン移籍し、その後に、イタリア人のカルロ・マッツォーネ監督の誘いで、イタリアに、 活動の場を移した。マッツアーネとの関係は、ブレシアカルチョとボローニャ FC で5シーズン続いた。ブレシアでは、イタリア代表のルカトーニをベンチに追いやり、ロベルトバッチョと素晴らしいコンビを組み、75試合15ゴールと活躍した。ボローニャでは、2004から05シーズンのパルマ FC とのセリエ B 降格決定戦で重要なゴールを決め、1から0の勝利に導くも、 第2戦はゴールを逃し、0から2で敗戦したため、降格を防ぐことはできなかった。ボローニャが降格すると、SS ラツィオに貸し出され、最初のシーズンで3ゴールを記録し、レンタル期間終了に伴い、ラツィオに完全移籍した。デリオロシ監督のもとではレギュラーでなかったが、他の選手が怪我で離脱すると代わりを務め重要なゴールを決めた。2006から2007シーズン後半、 アウェイの US チッタディッパレルモ戦で、ロレンツォでシルベストリのクロスからシュートを放ち、ほぼ2年ぶりのゴールを決めた。また、同シーズンのコッパイタリアで、SSC ナポリ相手にもゴールを決め、勝利に貢献した。2007から2008シーズン終了に伴い、ラセオとの契約が満了すると、クラブから指導者としてのオファーを受け引退を決意。2009年4月20日、 スポーツディレクターに就任した。アルバニア代表として68試合10ゴールを記録し、長年キャプテンを務めてきた。UEFA ユーロ2004予選のロシア戦で2ゴールを、決め3から1で勝利した。2007年、オットー・バリッジの解任後に代表としてのキャリアを終了した。ボネット・アタッカー、ロッシアンド・ラビア、タレ・サーラ・ジリゲンテ。ありがとうございます。